ウクライナ国境でアメリカのブリンケン国務長官がウクライナのクレバ外相と会談しロシアへの圧力は戦争が終わるまで続くと強調しましたブリンケン国務長官は5日ポーランドとの国境検問所にあるテントで ウクライナのクレバ外相と会談しましたブリンケン国務長官は安全保障や人道、経済支援についても継続されるだけでなく拡大していくと強調しましたクレバ外相は各国によるロシアへの制裁を評価する一方武器の提供を含めた支援の継続を訴えました